こんばんは。おかえり。おかえり。まあ、こんばんはってよ、大人に。おかえり。ただいま。はい。お疲れ様でしたね。お疲れ様です。今日は久々のバイトでした。帰ってきた瞬間に両足つりました。辛すぎなんかわかんない。なんかさ、あの親指から土踏まずにかけてこうつったの。両足。一回目右足つって、もう終わったと思った。人生初いたここね、つって痛いなと思って。ここつって痛いなと思って、ズボンだけ履き替えたんですけど、パジャマなんですけど。うん、で、片足入れようと思ったら、うん、左足がつったっていう両足で、ママ痛いって聞こえたもんだってさっき。だからパパが足つんぞしに行ったのね、ちょお腹すいた。お食べ。はい、今日はうどんです。はい、あの、食べるのすらめんどくさくて今なんか楽なのにしてって言ったらうどんになりました。あんまり食欲ないしてたじゃん。手に、なんかお腹空いてんの、うん、もぐもぐする声がめんどくさくてあの羨ましいね。羨ましい、ほんとに自動的にあのこう、うん、あーってやったらガモーンって出てくるできるやつが欲しい。嘘。いや、頼むわ。ラー油、私はラー油を入れます。うちのうどんの味はラー油が合うんだよそうだね、うどん屋さんのうどんの味とはね、違うから、うん、そんなに食欲ないって言って大盛りっていうね、うん、まあお腹空いてる、ごめんなさいね。けど大丈夫、残しても食べる人がいっぱいいるから、この家に。そうそうそう、どうもさ、ママそういうとこあるじゃん、うん、パパやばいもんな、うん、2人前ぐらい出すもんな、パパのやつね。2人前じゃ済まないよね。え、あれ2人前以上なの。どうぞ。ちょっとなんか満タンはね、本当にね、こうやってやつ、うん、いただきます。はい、またアンパンマンで食ってんのそうです、アンパンマンの札幌版ね、時もこれ使ってた。あ、そうだ、札幌版って言うことだね。満タンすぎない、ママおかしいんじゃない、うん、ちょっと持てない、危なすぎてね、ちょっとね、思ったの入れてる時に、うん、全部入れちゃうと思ったのが良くないんだよね。美味しい、み感謝感謝、あ、よかったです、お疲れ様でした、ありがとうございます。はい、足きつ、足臭い、え、うん、あ、ねえ、指どうした。あ、取った、バイト中にシコーンって。うん、何、どうしたの。突き指したんだよ。あ、なんか言ってたの、お前今日な、うん、突き指した昨日だよ。昨日か、うん、バレーやってた。昨日だらけじゃん、自分の手にこう、何、あ、今は、うん、もう平気。治った、うん、あ、よかったよかった。いやさ、ボールで突き指しちゃったならまだわかるけどさ、自分の手でこうなっちゃうのもほんとダサいなと思ってなんかさすが運動音痴と思って。でもあれでしょ、保健室でさ、ちゃんとさ、しっぽと包帯してくれたんでしょ。あ、そうなんだ。包帯して氷当ててた、ずっと。あ、そうなんだ。昨日は、うん、なんかちゃんとやってくれたの。へえ、優しいじゃんね。ママより優しいじゃんいや、ママは怪我した時大変で大騒ぎだよ。うるさいまあ球技やってるとね、突き指はつきもんですよ。よく相手も頑張りました、それで。レジだったら問題ねえだろ。いや、物持つでしょ、指、うん、手の指だから。いや、あの指ってほら、片っぽに5本ずつ感じる。あ、だるいだるいだるい、1本ほら長くて、だるいだるいだるい、黙って黙って黙って、黙って黙ってし、シャラップお、英語使ってよ、うちの子、うん、分かっちゃないやん静かにで、シャラップ、黙れだよ別に同じでしょ、意味はパパは口悪いパパは口悪いよ、それはもう、うん、本当にだるい。今始まったことではない、うん、だるいの、病気病気。病気、うん、ご飯食べれない症だから、あんしてねえなも、そんなパパは今、待って、全モザイクにするから、今はこういうこと、こうやって寝っ転がってます。寝っ転がったって言うじゃないですか寝っ転がっちゃ悪いんだよ。パパみたい、いつもこうだからね、いつもこうだからねって、なんかいつもこうだからねって、なんか変だろじゃあ、まあゆっくり食べてくださいね。ごちそうさまでした。はい、ちょっと休憩したらお風呂入ります。はい、まあ、お風呂入った後でやりたいことがあるのでそうなんです。そうなんです。はい、もうお風呂はできております。はい、じゃあちょっとここでゴロンしたら入りますね。はい、わかりました。はい、はい、もうお風呂出ちゃいました。はい、なんでお風呂出ました。はいよ。ので、
ヘアオイルと乳液塗ります。何言ってんの、ね、今何て言ってんか分かる自分で、ね、分かってるヘアオイルと乳液を塗りますって言った、うん、言ったよね。でこの部屋には可愛いピンはないので、うん、シンプルイズザベストのピンを使います。はい、何を塗るんですか。化粧水と乳液です。そうですねいいですか一つ言って、うん、何時間入ってんのお風呂。何時間入ってたの。気持ちは1時間。2時間ぐらい入ってたよ。やばすぎ。全然出ないから、うん、お風呂で寝ちゃったのかな。そうやってパパと、うん、ちょっとうとうとしてたよ、うん、びっくりしたよ。心配で見に来ちゃったよ。わかるよ、ママだってさほっとけ2時間とか入っちゃうから、うん、気持ちはわかるんだけど動画途中だったじゃんいやだ気分はそこまで入ってなかった気分はどうする、時計置くお風呂に、うん、置いた方がいいでもさもう12時過ぎだけどどうすんの。マイクロやるよちょっとやるよ、ちょっとちょっとだけ。分かった。はいはい、どうも顔テカ女です。テカだよああったピン止めちゃおう。あのさっきもねボソッと言ったんですけど、ボソッと、うん、今からマイクロをやります。パパと通信してやります。パパがパソコンで私がパパの携帯です。久しぶりだよ。なる全然できなかったよ。テスト期間中だったから。はい、始まりましたよ。始まりました。もうちょっと前なので何をやっててどこに行こうとしてんだかがもううろ覚えなんだけど前、うん、メサ行ってメサのさ洞窟って廃校がいっぱいあるらしくて行ったの。あったの廃校とかで、いろんなもの取ったくせに私がダサい死に方をしましてあの荷物取りに行ってんだよね今ね。で今パパが船こぎこぎしてます。ボートでねかわいい。パパのアカウントなの。ほらちゃんとねあれなの、髪の毛が少ないのかわいくね。ちなみに私はこれです。あのアオリゲームズ知ってる方はわかると思うんですけど、懐かしのアイコンだよね。はい、これです。髪長いですね。じゃちょっと失礼して。ちょっとあのパンツだから気をつけて。顔だけ、うん、T シャツしか着てないからね。つやしないよ。つやしないよ。パソコンがあるんだけども、本当につやしないパパ。なんでいいやつ取っちゃうのまあこんな感じでやってるけど、もう12時20分だから後でやるよ。あんまりできませんからね。船乗って。船乗って。誰も聞いてないママの話。ゴー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 。ゴーゴーゴー。分かった？へい。はい。あ、どうしたの？ね、ママお風呂出てきたら女の乗ってたんだけど。ま、それでお風呂出たの？何？あ、それでお風呂出たの？何が何が？ドブみたいな匂いした。おい。後でやりますパパのこと。また暴力ですか。また暴力で解決ですか。やります。で、娘ちゃんはどうしたのそんで。あなたマイクラ終わったわけね。眠い、うん、眠いんだったら宝はね見つけられたの。あ、よかったです。見つけられてちょっとだ、うん、眠いって言ってからお家に帰れてないのまだ、うん、そうか。じゃあちょっとあのおやすみなさい。撮ってくださいよちゃんと。はい、座ってください。そう、お別れしてください。せっかく見てくれたんですからここまで。おやすみなさい皆さん。はいな、ここまで見てくれてありがとうございました。早く寝ましょう皆さん1時15分ですね、はい、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ママ手だけ映ってよ。ピースピースって。ピースピースもうでも風呂入ってくるから。はいよ。せいちゃんまたね。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。